ブラックベルトシリーズ精露科ジェネラル本日は精露国際病院呼吸器内科の仁田先生を真きして皆さんと呼吸器疾患に関して勉強したいと思います神田先生よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、呼吸器疾患に関してはあのいろいろな種層があるんですけれども咳だったり呼吸困難だったりっていうのは普段の日常生活の中でよく出てくる症状なので一般の先生方も非常によく見られていると思います いくつか、えー、注意しておいた方がいいようなポイントとかを、えー、今回中心にまとめましたのでよろしくお願いします地田先生今回どういうテーマで今回は、えー、呼吸困難について2例出させてもらいたいと思います、うんえー、まず最初は、えー、65歳男性急に気づいたというわけではないんですがまあ、そう言われてみれば石と白色炭があるなということでいらっしゃったということ。 まず最初にパッと見た感じはかなり痩せ型な方だったんですけどもまあ、急速に体重が減ったっていうわけではなかったようです。聴診所見は特に大きな問題もなくて、えー、まあ血圧とか発熱とかそういった体温とかも問題ありませんでした。呼吸数は16回。まあ、これはほぼ正常範囲内ぐらいで呼吸器の場合、外来にあのサチュレーションモニターっていうのが置いてあって、それについてはえ96%まい、あ、やはり低めではありますが。まあ 正常範囲内かなと思いました白色炭と咳ということでよくあの外来で見ると思うんですけど、まあ、聴診も正常でサチュエーションもある、まあ、正常範囲かなと思うんですけどまそうですよねこれ呼吸数も上がってないので、まあ、こういう患者さんではどういういいいいことに気をつけてて進めていくのがいいですかまずはあのどの程度の症状なのかっていうところから他にあまり身体的な特徴はなかったので症状について。 あと患者さんの背景について詳しく聞いていくっていうことが大事かと思います。背景っていうと、やっぱり喫煙歴とか,か、ね。聞いときたいですよね。はい、うん。まあ、この呼吸困難ってなかなか訴える患者さんも多いんですけれども。これうまく聞かないと鑑別が難しいってことはあるんですかね。そうですね。いきなりありますかっていうよりはどういった時にどのくらいの時があるのか。普段の時になければ、ただないだけで終わってしまうかもしれないので。うん、最初は。 普通の安静時にはじっとしている時はまず出ないものなので動いた時とかそういったところに出るか負荷がかかった時に出てくるかっていうことで聞くことが多いですねいくつか客観的な分類というのがありまして日本ではよくフュージョンズ分類というのが使われています。他によく 国際的に使われているものとしては MRC の息切れスケールというのもあるんですけれどもこれもその通り聞いてしまうとなかなかどこに当てはまるかというのは難しいんですが今までも大丈夫だったようなところをですを、ね、運動してどのくらいの運動をしているかということでよよくく聞くようにしています、うん、確かに僕たち患者さんに会う時は、まあ、患者さんは普通に座っているわけです待ち合わせて待っているわけなのでもう安静に取っちゃっているとこっちから聞かないと老災時呼吸困難って言ってくれないかもしれないですよね。 系統だっっててて聞いいいくううのの大事なのかもしれませんじゃあこの患者さんの場合、えっと、聞いてみたたらどんんな感じだったんでしょうかあの歩いていらっしゃってたので、まあ、電車で来たと。はい、で、えー、地下鉄の階段を上る時とか今日どうでしたかって話をしてみると確かにそう言われてみると以前から駅の階段とかそういったところはちょっと自分でも嫌だなって苦手意識はあったようなんですが最近それがさらに増悪してきてるっていうことですね。 まあ年のせいとか思っちゃう人もいますよね。そうなんですけどね。やっぱり階段の踊り場とか、うん、そういったところでやっぱり一回休むようになってくるとか、うん、以前はそのままた,たたたたと登れてたのが登れなくなる。いろんなことはあると思うんですけど、よくその駅の階段どうですかっていうのは聞くときに使わせてもらってます、ねうん、喫煙歴はどうでしたか。喫煙歴はこの方40本 ×45 年なんですけど、うん、普通喫煙歴すごく大事なので患者さんから言ってくれるというか。 当然大事なことだと思うんですが、喫煙歴に関してはこちらから聞かないとなかなか患者さんが言ってくれない部分でもあるので、まあ忙しい外来でもまあ吸煙歴ぐらいはやはり聞き、ね、ということですかね。じゃあまあこんな患者さんまあ普通に一般外来に来たとして、岸本先生どうしますか。まあまずはレントゲンを取りますから。そうですね。はい。はい、じゃこれがレントゲンですね。はい。うん。思ったより正常っぽいですね。新順炎はないですかね。うん。う